今井邦子5月31日昭和23年7月15日、旧姓、山田、本名国へは、徳島市出身の、荒ららぎの歌人、小説家。後に、短歌し、アスカを創刊した。夫は、立憲政友会衆議院議員の今井武彦。通産省事務次官を務めた、諸角義彦は甥いにあたる。明治23年、徳島市に生まれる、父、 山田国彦は管理であり、また和歌も読んだ。当時は徳島県学務課長の任にあった。明治25年、2歳の時父母と離れ、父の教理である、長野県下諏訪町の祖父母のもとに預けられた。少女期より、文才に長け、当時、文学少女の憧れの的であった、女子文壇に、しばしば詩を投稿し、度重なる入賞をし、文才のひらめきを見せていた。この間、 町にある教会に通い、キリスト教の洗礼を受けた。聖書、賛美歌等を学び、西洋文化に接したことがもって生まれた資質をさらに伸ばしたと思われる。老いた祖母を見りながら、諏訪高等女学校へ学んだが、祖母の死後2年ほど、函館区長に部任された父のいる北海道へ行っていた。明治42年、親に死いられた結婚問題がきっかけとなり、 文学への思いを立ちがたく、家出を結行、新大使の選者であった、河合水名を頼って、その文化生となった。父の既得のため一派式教師、看病に尽くしたが、父の死後再び家出のように上京し、中央新聞社の婦人記者になった。星の推理に見出され、山田邦子の名で、少女の友に、少女小説を寄稿した。その後、明治44年同社の記者、 今井武彦と結婚、長女節子が生まれた。この時期から作家を始め、子育て、夫婦生活、文学への思い等、様々な葛藤が短歌の中に歌われている。特に結婚後十数年を経て、夫に愛人のあるのを知り、二次を置いて三度目の家出をし、京都の西田天皇の一等園で、毎朝便所掃除に追われる苦しい修行生活をし、十ヶ月ほどで帰宅した。 大正元年には、早くも花文集、姿見日記を出版、前田夕暮れの鹿二短歌を投稿した後、大正五年、荒ららぎに入会し、郷里の先輩である、島木赤彦に指示し厳しい指導を受けた。大正十五年の赤彦の死去までは、忠実に赤彦の花風に潤化することになり、若い頃の自由で、情熱的な花風は消え、写実を重んじ、 心情はその中に沈潜していく、心境地を開くことになった。赤彦の死後、斎藤も吉について、さらに研鑽を積んできたが、昭和11年、荒々木を大会し、女性だけの歌詞、アスカを、創刊、主催した。執筆人に、国文学者、女流作家を加えたばかりでなく、多くの女流歌人を育て、自らも、昭和の代表的女流歌人となった。 アスカの運営は、娘の雪子、名の岩波香代子や、会員の助力によるところが大きかった。国子は、万葉集をはじめとして、古典の研究、評論、随筆や研究書も多く出版した。手抜きをすることなく全力で走り切った人生であったが、昭和23年7月15日朝、疎開先であり、幼少除期を過ごした長野県下諏訪町湯田の実家で、 心臓麻痺のため五十九歳の人生を得た。妻として、母として、家人として、そして、何よりも一人の女として、理性と熱情の間で激しく揺れ動く、美貌で価値気な家人であった。今池の菩提寺である小石川、若縁寺に埋葬され、後に、静岡県、富士霊園に移送された。改名は、歌肺院、尺王参り楽国大師。 下諏訪町に今井邦子文学館がある。今井邦子文学館。岩井博士。作家の臨終。母ひじ手に40ページ。ありがとうございます。